スロバキアのモドラの北西に所在するカルパティア山脈内にて撮影された社交用理社交装理は体積構造の一つである。規模によっては社交用理クロスラミナという。社交装理と社交用理の区別はその規模によってなされる。保留、公文松田によると具体的な大きさは示さないものの小型のものは社交用理大型のものは 社交総理としている。日本大百科全書によると、炭層の厚さが1センチメートル以下のものが社交用理であり、これ以上のものが社交総理であるとしている。ハールバットは、厚さが数ミリメートルより小さいものは社交用理であり、それ以上のものが社交総理であるとしている。また、神奈川県立生命の星、地球博物館は社交用理を小型のものもしくは、 炭層内部のものとしている。社交料理の形成、ゆすぐすによるアニメーション社交装理は一定の流れの中において、再接物が体積を繰り返すことによって形成される。同じ環境では、レンコンやこれが連続したデューンが形成されることもあり、その内部構造となっていることもある。また、社交装理や社交料理の内部においては、休暇装理が見られることもある。 流速が低速な場所においては平板型車高総理が高速な場所においてはトランフ型車高総理が形成される。これはレンコンの形状が直線上から曲線上に変化することに対応する。このような車高総理や車高要理はレンコンやデューンの前進に伴って形成される。このように形成されたため地層中に社高総理もしくは社高要理が存在した場合は 水や風などの流動性のある物体が存在したという体積環境を示している。車高総理にはいくつかの種類が存在する。ヘリンボーン構造は異なる流向きを持つ二つの流れによって形成される二芯の骨状の構造であり、主に潮積に伴う体積によって形成される。ハンモック状車高総理はシルトから砂にかけて見られる車高用理の一種である。 この構造の中において、上側に、凸の部分を、ハンモック、反対に下側に、凸の部分を、スウェールと呼ぶ。強い推理条件において形成されるものとしては、ハンモックの存在せずスウェールのみが存在する、スウェール乗車構想理が存在する。これは、デッキーウォーカーにおいて提唱されたものである。ザイオン国立公園内に見られる、 地層中の車高総理、車高総理の存在は、以下に挙げる事柄を示しうる。先に示した通り、車高総理は流向きによってその形状が変化する。すなわちその形状から、かつての流向きを検討することが可能である。平板型車高用理もしくは、車高用理では、その傾斜面の走行と傾斜を測定することによって、古流向きを復元することが可能である。 水平に近い車高層りもしくは車高用理においてはこの走行と直行する方向がそのまま固流向きとなる。傾斜のある地層においては傾斜面に加えてその地層の走行と傾斜を測定した上でステレオ投影を行うことによって固流向きを復元することが可能である。ありがとうございます。